第4回定例会となり、自由民主党を代表し、質問をいたします。第2回定例会での私の一般質問でも申し上げましたが、森市政が誕生し、これまでの本会議や各委員会での答弁を聞いていても、市長が公約に掲げている市政のオープンに値する答弁にはなっておりません。これは我々議員もそうですが、傍聴に来られた市民の皆様や、ネット中継を見た市民の皆様からも多くの不満の声をいただいております。本日から始まる各会派代表質問に対し、議論を深めるためにも、そして信頼関係を築き上げる第一歩につながるような、平成27年第4回定例会にしていただきたいとお願いを申し上げ、森市長が市民の皆様にお約束をした市政の現状をオープンにし、透明感のある答弁をしていただきたいと強く要望をいたします。よって参与は必要なしという結果にもかかわらず、いまだに市長は辞めさせることはできないとし、任用を続けています。これまでの本会議、あるいは各委員会において参与の具体的な立場や仕事内容についても示されないまま、市長は議会の皆さんの意に沿った形で任用するとのことでありますが、議会の意は一日も早く任用を取っていただくことであります。これまでの議論の中での議会の意をどのように受け止めているのか、市長の見解を伺います。我々自民党としても、一日も早く森市長を支える副市長を決めていただきたいと願っております。さて、前回の第3回定例会を少し振り返ってみますが、森市長が提案された前回の副市長人事案では、無所属議員を除く全会派一致で否決となりました。その理由は、その方の経歴